マーギターズのですね、これはですねボディがこういうこうなんか渦巻いてますね。カマティロ、カマティロという材らしいです。なんか弾いてみた印象としましてはですね、やっぱなんか音がすごく飛ぶなっていうのと、あとですねちょっとこう中高域がよく出るなっていう印象があります。はい、だからメロディー取る時とかはもうすごくいいんじゃないかなと思いますね。基本的にもすごく綺麗な音のするギターですね。豊かな。もすごくいいんですけど、ちょっとこう緩めてオープンチューニングにすると非常にまた豊かな響きがするなと思います。まあ、このギターはですねぜひ手に取ってみてください。横山ギターズのカマティロ材を使ったギターでございました。これはですね横山ギターズさんのですね、ブラジリアンローズウッドですね、あの有名なハカランダってやつですね。今なかなか手に入らないというか、まあ、あの非常にこう硬くて叩くとなんかカンっていう音がする、すごく僕も大好きなんですけど、まだ手が出せてませんというふうになかなかなあのこうお高いんでしょっていうギターでございますね。はい、いやいやこれで、あの印象としましては普通のこうインディアンローズとかと比べると非常に音が速いというか、コーンとこう前に行く感じで、ちょっと重心が上というかな感じがすると思います。まあこういうのって弾いていただいてちょっと分かると思いますけど、あの非常にこう速いですね。なんか本当に弾いたらもしかしたら弾く前に音が鳴るんじゃないかっていうぐらい速いです。そこまで速くはないですけど、はい。分離もすごくいいですよね。
たいなと思います。普通の弾き方ですね。なんか万能にいいですね、うん、あの非常にアコースティックギターのいいアコースティックギターのイメージに非常に近いなと思います。さすがブラジリアンローズですね。かっこいいですね、こういうのとかね。これね、いいですね。木目がこうかっこいいですね。ほら、ちっちゃい割にはちゃんとした音がしましたですね。いいですね。かわいい。お、あれ？あれ？こんなとこに私の CD が。いやいやいや、実はですね、小南和真の、まあ、これは6枚目って書いてるんですけど、オリジナルアルバムは6枚出していてですね、カバーアルバムも1枚出してまして、それはちょっと配信だけなんですけど、あの70年代80年代のロックをですね、アコギだけでアレンジしてあります。なんとですね、ピーター・ガブリエルのスレッジハンマーとかもですね、アコースティックでやっちゃうというですね、まあ、あの何本も入れたりはしてるんですけどね。でもですね、これはですね、ホライゾンズというアルバムで2月24日に出たんですけど、これはあのメインはエレキギターのインストルメンタルでございます。それとですね、ニュースエブリーという日テレ系のニュース番組の、お天気コーナーの、タイアップになったシャインオンアスという曲も入っています。ぜひですね、お手に取っていただけると嬉しいなと思っております。まあ、あの全国のレコード店とかでも発注できますけど、富士ズサイドパークさんに置いていただけるということで、ありがたいありがたいということですね。ぜひ小南和真の CD もよろしくお願いいたします。